整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、私は痩せているのに太ももだけ太いです。これはどうやって補足することができるでしょうか、というご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、痩せているのに太ももだけ太い、はい、じゃあこれはどうすればいいのかっていうようなことですね。はい、それはですね、結論からお伝えすると、太もものねじれです。はい、股関節のねじれですね。はい、股関節がねじれてしまっているからですね、実際に太く見えてしまっているっていうことなんですね。はい、それをですね、じゃあ解消するためには股関節のですね、ねじれを取ってあげればいいっていうことになります。なので、そのストレッチ方法をですね、お伝えします。まあ、1分間でできる方法ですので、ぜひ試していただければと思います。はい、じゃあまずですね、股関節がどういうふうにねじれているのかというとですね、股関節が内側にねじれているんですね。はい、まあ、私のですね、じゃあ体をですね、使って説明すると、股関節っていうのは、まあ、まっすぐ向いた状態からですね、内側にねじれてしまうとですね、ここの太ももが太くなってしまうんですよ。なぜかというとですね、これは骨のですね、骨の大腿骨っていう大天使っていう場所が、まあ、前に出てきてしまうからなんですね。はい、まあ、骨格模型を簡単に使って説明するとですね、この大天使っていう場所はですね、本来ならちょっとこう後ろに入っていってほしいんですけども、これがこう前に出てきてしまうからこそ、ここの出っ張りが出てきてしまうんですね。なので、ここの出っ張りをしっかりクッと入れることによってですね、まあ、太ももがすっきり細くなりますし、まあ、お尻も締まっていくっていうことにもつながります。はい、じゃあなんで内側にねじれてしまうかというとですね、腰が引けた状態になってしまうからなんですね。はい、内側にねじれる原因っていうのは、実はですね、お尻が出てる状態、要はもうでっちりの反り腰の状態になってしまうと、股関節が内側にねじれてしまうんですよ。なので、この状態でロックしてしまっているからこそですね、太ももが細くなってしまう。だったら、これをですね、しっかり重心の位置をですね、骨盤の位置を真ん中に持ってくることによって、骨盤が内側にねじる、股関節が内側にねじれる状態が解消されて、足もすっきり細くなる、そしてお尻も締まっていくっていうことになります。はい、じゃあその方法をですね、お伝えしていきます。はい、やり方はですね、すごくシンプルにやっていきます。はい、まずですね、まあ、壁の近くに立っていただきまして、右側からいきます。右側の膝をですね、伸ばすように後ろにします。はい、で、右側のかかとは浮かせた状態で結構です。かかとは浮かせて右の膝を伸ばします。で、左足を前に出していただいて、左膝を曲げます。左膝を曲げて右膝を伸ばす。その状態で体を少し伸ばします。そうすると、この太ももの前が伸びていくはずです。太ももの前を伸ばした状態で、壁に少し手を添えていいですから、この状態で30秒伸ばしていきます。はい、まあ、呼吸を止めずにですね、30秒スーッと伸ばしていきます。そうすることで前が伸びていきますよね。で、前で伸びていったら、次はですね、体をですね、骨盤をですね、こっちにスライドさせながら、体を左に向けて少し左に倒します。そうするとさらに外側が伸びていくはずなんですね。外側が伸びていくことによって、内側にねじっている原因の筋肉をですね、ストレッチしていきます。このまま30秒していきます。はい、それで、まあ、トータル1分になりますね。はい、反対の方は左の膝をですね、伸ばしながら後ろにしていただいて、膝を伸ばします。で、左のかかとを浮かした状態で結構です。で、右の足を前に出して、右の膝を曲げます。で、左の膝は伸ばした状態で体をちょっと伸ばします。そうするとここが伸びますよね。で、ここで30秒ストレッチして、次は骨盤を左にスライドさせて、体を右に向きながらちょっと右に倒す。そうするとさらにですね、まあ、外側から前側が伸びていくはずです。で、これをすることによって、骨盤がですね、しっかり後ろの状態からクッとまっすぐ入るようになるんですね。そうすることによって、さっきの大天使って骨の部分がここにあったのが、こう入っていくわけですね。そうすることによって、この太ももがすっきりしてくるっていうような形になります。はい、まあ、やり方を横からもう少し説明すると、左膝は曲げていって、右の膝は伸ばす。右の膝を伸ばして、かかとを浮かした状態で、体を伸ばした状態で前を伸ばす。で、右にスライドさせて、体は左向きながら左に倒す。
そうするとここが伸びていきますよね。で反対の方も、左の右の足膝を曲げて左の膝を伸ばして、その状態で左のかかとを浮かした状態で体を伸ばしてもらって、でこの状態で左にスライドさせて右を向きながら右に倒す。そうするとここが伸びていくような形です。はい、まあ、この前の筋肉とちょっと外の筋肉が硬くなることによって腰が後ろに引けてしまうんですね。骨盤が後ろに引けてしまう。そうすることによって反り腰になってしまってですね、まあ、腰が痛くなる原因にもなりますし、かつ太ももが太くなってしまう原因にもなるんですね。骨の位置をですね、正してあげるっていうことがポイントになります。骨の位置がこういうふうにならないで、しっかりクッと入った状態、入った状態になることによって太ももがスッキリするっていうことになるんですね。なのでこれはですね、まあ、痩せていない方、太っている方でもですね、痩せなくとも太ももが細くなります。ただやっぱり太られている方は全体的に脂肪がありますので、まずは痩せた状態でそれでもやっぱ太ももだけ太いなっていうことでしたら、しっかりこの姿勢を正していくっていうことがですね、効果的になるかと思います。なので、まあ、痩せている方も太っている方もこれをやることによって太ももがスッとなりますし、かつやっぱり腰痛の予防になるっていうところにもつながってきますし、お尻が締まってくるっていうことになりますし、お腹がぽっこりお腹も解消するっていうことになりますので、ぜひこのストレッチですね、ちょっと繰り返し見ていただいて練習していただいて、まあ、腰痛の予防とですね、まあ、見た目もスッキリ、太ももをですねスッキリしていただければと思います。はい、ということで、もしですねご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。